飲んでなくて、はい、先週の金曜日、金曜日の夜からかなの、はい、痛そうなので安田先生に伺ったら痛み止めを出しますって言ったんですけど、うちに先生ボルタレンの座薬があるんだけどって言ったら、はい、じゃあそれを1日3個までやって入れていったっていうことで、ああそうですか、はい、それで違ったようになったのかなと思ったりもするんです、はいはい、それで今日昨日の夜まで座薬はしました。で1日3個って言ったんですけど2回だけにして、はい、朝とそれから夜寝る前と、それをやって2日ぐらいしてからこれ1日2回、はい、50ミリを2回、はい、それがだから3日、はい、今日までですか、月曜日、日曜日、土曜日と3日間、はい、スタンスでした、はい、使用した、はい、で、色が変わったのは変わったのはそのボルタレンやって翌日ぐらいかね、そう1日ぐらい経ってから、それ硬いいいうんちだったんですけど、はい、色だけがちょっとチョコレート色みたいな色になったんですね、はい、それで昨日から下痢になりました。その前は硬いうんちだった、うん、ずっと黒い、もうそれからずっと今日持ってきたのと同じです、はい、でもちょっと赤っぽい感じが、はい、なってる。あ、そうですか、はい、だからやっぱり血液の、はい、そうですか、うん、座薬は、ボルタレンは座薬で、はい、座薬です。何か胃粘膜や腸管粘膜を保護するお薬っていうのは使われてます？それは全然使ってないですね。その、タガメットじゃなくて、なんだっけ、タガメットって言ったものを、はい、安田先生からいただいたのは、はい、もう1週間くらい前に、3日分だけかな、ちょっと吐いたりしたんですね。その時にタガメットとも一つその吐き気を止める、その時に痛み止めを先生が出そうって言ったんだけど、はいはい、ちょっと痛み止めやめときましょうって言って、まあそうですか、はい、今回は消化管保護薬を使わないで、ボルタレンを使用したってことですね、はい、今日、お預かりして、全身麻酔に対しての耐性度をチェックして問題なければ予定通りアンプテーションという、まあ、断脚の処置を考えていますけどもね、消化管の方の状態等をちょっと考えないといけないん で、はい、で最初にお預かりして1時間ぐらい調べさせていただくんですかね、はい、それから改めてお話しますんでね、はい、でそれ以外応答はないですか？それはもうこのところに葉っぱも食べてないので、葉っぱを、はい、笹の葉っぱとかああいうのを食べたら、はい、それがもうなんか消化しないで吐くまでもう吐いた時があるんですけど、はい、それからもう絶対食べさせないようにしているんですね、はい、であと、その代わりにお野菜をちょっと、レタスとかそういうの食べさせたりして、はい、元気食欲が落ちるっていうことはありませんでした？あ、食欲はちょっと落ちてますね、落ちてますけど、半分余ったれてるところもあるんですね、はい、で具合が悪いし、病院に嫌いだからっていうので、ご飯は立ってるとこの足が痛いのと、はい、食べるのにこう下に低いとダメなんで、台をこのぐらいの台を置いて上にこうするとどんどん食べたりするんですけど、はい、もう横着しててご飯だよって言ってもベッドにこう寝てるまんまだから、そこを持ってってやったら寝たまま食べるとかっていう、ちょっと横着になって横着で、美味しいのだけ食べて、鶏とかビーフとか、はい、手作りで作ったのさっき食べて、最後に一つかみぐらいはもうちょっとドライブドラの残し、でも前回よりも確実にちょっと成長してますよね。そうですよね。もう一度胸部のレントゲン含めて評価しますんでね、これもものすごく大きくなってるし、この子の体重ですともう折れる気がするんですね。それ以
外は便の状態、まあ、おそらく投薬に絡んだものだろうということも、便の状態以外に何か気になるようなことあります？前回いらっしゃったら。そう、今日はないでしょうね。多分このここが痛い、痛いのはこの間よりもだいぶ痛いんじゃないかと思います、はい、でただ座薬を入れてしばらくするともうやっぱりちょっと、ね、寝るんだけど、入れてないとほとんど寝ない。横にはなってますけど寝てないんですよ。なるほど、そういうところですね。あと変わってこの間から変わってくることですね。ないですね。そうですね。で、まあ、確実に歩くのももうピッと引くのがひどくなってるし、うん、まあ、これ骨粘腫ですと、もういち早く血行性転移、また骨性転移を起こす前に、断絶っていうのが一番効果的な管理ができるんですね。で、まあ、まあ、できるだけ今日対応できるようにしますが、その前に全身状態確認させてください。はい、そしたら1時間ぐらいお預かりします。はい、よろしいですかね。はい、お願いします。はい、お調べさせていただきますと、やっぱり患部の腫瘍の影響もあると思いますし、胃腸の炎症等の影響もあるかと思うんですが、炎症の数字が若干高いんですね、この CRP という値。はい、で通常はこれ、正常ですと 0.5 未満の値なんですが、はい、この CRP というのはどういうものかというと、体の中に炎症が起こった場合に、炎症の種類というのは分からないにしても上がってくるんですね。炎症というのは例えば細菌が感染したとか、ウイルスが感染して自分の組織が壊れてしまう、または外傷によって自分の組織が壊れてしまう、治療ができて、はい、自分の組織が壊れてしまう、異常な免疫反応ですね、自己免疫現象が起こって自分の組織が壊れてしまう、はい、原因を問わずそういう問題が体の中ではある程度の規模で起こるとこれは上がってくるんですよ。で、ジュンジュンちゃんの場合、前回の検査の時の CRP が 1.15 なんですね。まあ、これでも若干高いということにはなるんですけども、それが上がっている。まあ、これ何て言いますかね、鎮痛剤の副作用的な問題で腸炎をちょっと起こしてしまっているということに関連すると思うんですが、まあ、とはいえ今の状況で、対応することは可能だろうとは思うんです。はい、でただしですね、まあ、もちろん今の状況としては体の中で前回よりかは炎症が強く起こっている、まあ、しかしながら、ここの原因病巣は手首の問題も、前回より成長しているので、こちらの方面に影響もあるだろう、そういうふうには読めるんですけど、で、なんて言いますかね、これの部分、腫瘍の視点から考えていくと、1日も早くこれも対応しちゃった方がいいんですね。でコンディション的には前回の方が良かったということです。あ、そうですか。でだからといって今日のこの検査所見だけで手術ができないというわけではないんですね。はい、そういう状況にあるという、はい、あと他で特に悪くなってるとかそういうところはないんですか？まあ、こういう肝臓の数値が若干上がっていますけども、はい、まあ、このぐらいの上がり方はそれほど大きい影響はないかと思います。はい、あとまあ白血球数ですね、白血球数がやはり炎症が起こっているので、若干上がっています。手術していただいた方がいいですね。はい、あとそうですね、一応こちらでも手術をする方向でもう準備の方を進めてはいるんですけども、はいはい、それで、まあ、今日の手術に関しての注意事項について簡単にお話しておきますね。で、まあ、骨肉腫、
で今日もエクセンを改めて取りましたけどね、胸部に明らかに転移病巣というふうに考えられる病変はないんですけど、はい、これも、まあ、前回お話しましたようにエクセンレベルで分かる病変というのはある程度、まあ、成長したものになりますのでね、細胞レベルで飛んでるかどうかまでの判断がこれではできないと。エクセンで、まあ、目視か、まあ、エクセン画像上で分かる転移要素はないというふうに表現せざるを得ないんですけども、はい、その部分が要注意な点ですね、はい、点まあ、これは腫瘍が発生してからの経過時間が長くなれば長くなるほど、リスクは高くなります。レントゲンで見た限りではこの間と同じっていうことですよね。やっぱり断脚手術ということになると、はい、まあ、これ疼痛っていうものが一つ伴います、はい、これは当然ですね、腕神経層という部分で全身の全身に分布する末梢神経や肩甲骨の裏の部分に別にネットワークを構築している部分があるんですけど、ね、そこを腕神経層というんですが、そこの部分で末梢神経を切断せざるを得ない。でそういう状況も関わるんで、痛みは何もしないと結構強くなるんです。ですから複数のですね、まあ、手段で、ペインコントロールっていう、お預かりしても貼っているんですが、はい、経費的に、あれなんかパソコンみたいな、はい、麻薬をですね、はい、ニコチンパッチってありますよね、はい、あれと同じように、麻薬を除光性に放出するまあ、シールですね、はい、フェンタニルという薬物を投与します。それと、手術機にはですね、これは全身的に血管からですね、それと局所の、まあ、局所麻酔ですね、局所麻酔ということを追加していきます。本来はこれに加えて、非ステロイド系のですね、消炎鎮痛剤というものを使いたいところなんですが、もうこれ使って消化管の問題を起こしてますので、これはちょっと使えないんですよね。じゃあ飲み薬かな、ね、注射薬で本来は、
使えないというところはちょっと、まあ、痛みをうまく管理していくという。で、これは先生、その痛みがずっと管理していかないかな、はい、いい、これ術後48時間です。あ、そうです。大体48時間経つと痛みが急激に緩和されてきます。あ、そうです。その後はじゃあどんどん良くなっても普通と同じ。そうですね、はい。あと、お尻術器に関しての問題としては、手術としてはですね、事前に決まって、一刀立片刀の、まあクッキングサージュリーと言われるように、要するにもうパターンが決まってる手術なので、はい、まあ、その対象が若干、ゴールデンやラブデンに比較して大きいということなので、いいかと思うんですが、検証行動するとですね、威嚇調位捻転という問題を起こしやすいんですよ。今までウィニスクそういうそれはないですけど、この子もない、この子もないです。で、だから嘔吐が1回だけこの5年の間にひどくあーって吐く時あったんです。それはなんか笹の葉っぱを食べたんですね、散歩の時に。でそれがもうずっと胃の中に残ってて、でそれが出ないで、で吐けなくて1日ぐらい、それでもうすぐ安田先生のところ連れて行って、そしたらお薬をプリンペラかな、いただいて、もうよくなって、それで注射で、あ、それで注射していただいて、そしたら帰る車の中でガーッと吐いて、でその葉っぱも全部出たらもう元気になりましたね。それ1回だけですね、ひどいのは。でこれはですね、大型犬、特に胸郭が深い大型犬で問題になることなんですが、はい、これは何も手術器だけに起こるわけではなく、はい、古くはですね、ドライフードを食べて激しい運動をした後に起こりやすいとか言われた、水いっぱい飲んだりする時期もあったんですが、完全にはこれ分かんないんですね。食事の種類、またバクテリアの種類によってガス酸性菌が多いんじゃないかとか、食事の種類によってガス酸性につながるものがたくさん含まれているものが怪しいんじゃないかとかですね、はい、いろんなこと言われてるんですが、原因というのは完全には分かっていません、はい、一つには消化管運動を司る神経的な問題も関わっているというふうにも考えられてるんですけどね、まあ分かっていないんですが、とりあえずこれが起こると非常に短時間に、急性腹症という、カテゴリーの病態になってくるんですけどね、胃がねじれてしまって、ねじれるだけではなくてそこにガスがパンパンに溜まってくるんですね。でそうすると胃の血行障害を起こして胃の粘膜自体が死んでしまうということ、または胃がパンパンに腫れることで肺側にある門脈とか高大静脈って非常に柔らかい、血管がですね、圧迫を受けて循環障害を起こしてくるということ。もう一つには、胃の小膜面には迷走神経っていう神経の、感覚繊維、まあ、脳に情報を伝導する繊維が、たくさんあるんですけどね、そういうものが刺激されることで不整脈も伴ってくる。でそういうことが重なって、短時間に処置しないと致命的になってしまうんです。で全体的には、まあ、私ども分野でこれになってしまった場合っていうのは致命率 50% です。まあ早期に診断して、対処するっていうことが必要になってくるんですね。まあこういう断脚の手術に限らず、ある程度痛みが伴う、で麻薬を使う、麻薬の一部の作用としては消化管運動を一時的に抑えるっていう作用もあって、そういうことも関わっている危険性は否定はできないんですけども、まあ、だからといって全てのワンちゃんが起こるわけではないです。で、まあ、手術中のストレスとも関わっている危険性はあります。で、そういう意味ではですね、術後安定した段階で痛みが十分、収まった段階で早めにですね退院するということを考えています。できれば今週中ですね、
まあ、こちらの病院ですと、大型犬の手術結構年間あるんですが、大体入院中でもですね、やっぱ5頭ぐらいは、年間5頭ぐらいは胃粘転を起こすんですね、入院中に。で、まあ、首尾を基本早期に検出できれば、事なきを得るんですけども、これ、胃拡張、胃粘転の状態が放置されると、非常にシビアです。これが要注意なところだろうと思います。あとは、まあ、片足がなくなることで、本人、正直なところ、まあ、人間でもそうでしょうけども、歩行がうまく最初できないということで、まあ、1週間、2週間するとですね、なんとかその感を、つかみ出して、1月ぐらい経つと、かなり慣れてきます。それに対しての順応する期間、あと、骨肉腫の場合はですね、長期的な腫瘍の、転移等の問題ですね。でこれ術後にはですね、抗がん治療を始めた方がいいと思います。はい、私の分野の抗がん剤っていうのはほとんどっていうか全てが人間用に開発されたものを流用しているっていうのが現状 で多くの抗がん剤副作用が強く出るんですけども、まあ、カルボプラチンっていう抗がん剤があるんですけども、これは骨肉腫の術後に投与すると、まあまあ、生存率を伸ばすと、いうことが一応証明されてますんでね、まあ、こういうものを始めた方がいいと思います。これ抜歯が終わる頃ですね。はい、でそれは飲み薬なんですか？いや、お預かりして注射が、注射でですね。そして毎週注射、お預かりしてやってるんだよね。プロトコールについてはまた退院時に細かいことをお話ししたいと思います。はい、では投与していく必要があると思います。で、まあ、これからお預かりして手術の方入りますけどもね、はい、一点注意事項としてまあ状況としてはこういう問題がありますので、もう一度、血液の方を細かく調べて、なんていうんですかね、今ある胃腸の問題が、まあ、消化管の荒れている状態がですね、これがどの程度なのかということ、まあ、全身状態に及ぼす影響というのを、血液凝固系の検査を行って、問題なければ手術を進めてまいりますけどね。はい、手術に際しての注意事項として、ちょっと待ちくださいね。すいません。そうですね。一点注意事項として、全身麻酔に関して、術前の状態を評価して、この部分に注意しないといけないですというお話を今していると思いますが、どうしても読めない部分というのはですね、まあ、全身麻酔下での胸の断脚手術には麻酔前投与薬、導入薬、維持薬、または鎮痛剤で抗生物質で必要に応じて循環動態を管理する意味目的での昇圧剤とかですね、何種類かのお薬を使っていくんですが、私どもが使用している薬っていうのは農水省で認可された動物用医薬品で、もう一つには人間用に認可されている、厚生省で認可されている、そういう薬品を使用していきますが、これにそれぞれの薬に対しての感受性の違いっていうのは分かんないんですよ。まあ大方まあ、特異的な反応を示す個体っていうのは、少ないんですが、だからといって、ジュンジュンちゃんにそういう問題を起こさないという、そういう確証はないんですね。でそれはいくら血液検査や身体検査も繰り返しても分かんないんですね。で、まあ、人間でもよく特定の抗生物質を投与するとアナフィラキシーを起
こすとか、そういう現象があるように、ワンちゃんでも起こす危険性はゼロではないんです、まあ、そういう未知数的な部分がある中での、まあ、対応になってしまうということを取り入れていただきたいと思います。消化機能ですね。これをお渡しておきます。はい、今お話しました状況の中での処置になるということ、まあ、こちらの方が書いてありますけども、はい、もう一度お目通しいただいて、あと緊急連絡先を含めてですね、ご署名の方をお願いします。で、書きながらで結構ですけど、共有されましょうかね。手術これからまあ最終的に血液の方を調べて問題なければですね、早めにも対応しますけども、術後には、お話を直接しましょうか。お時間がもしなければですね、お電話で報告するという形も取れます、うん、それでいいそうですね、はい、いるともう会いたくなっちゃうし、ね、そうですね、モニターで面会することはできますが、術後本人と直接会わなくてもいいです、うん、でもちょっともういい、うん、あ、はい、わかりました、お電話で、はい、携帯あったの、携帯した、うん、僕の携帯あと、ブラシスと先生ですね、家に戻ってからの部分も、要するに、そうですね、ただ歩けないからすぐには、まあ歩けないということはないと思うんですが、最初のそうですね、一月はちょっと本人慣れるのにですね、ですね、だから常に解除してあげるっていうことに、ね、はい、ちょっと全然確認ができていないんですが、この子は股関節等の問題を指摘されたことはありますかね。ないですね、はい、要はワンちゃんの場合4本足で立てて、はい、で前足に、まあ、4本足つけて安静の状態で4本足で立っている時には前足に体重の 60-70% がかからないです、後ろ足は、まあ、40% 程度になるんですけどね。で、前足片方つけなくなると後ろ足への負担、特に同側の後ろ足に負担がかかるんですよ。その時に股関節形成不全や膝の問題があると非常に起立することも苦になったりっていう危険性があるんですが、でもあの子は大丈夫だよね、この子は、ね、後ろも心配ですね、うん、こちらの方を渡しておきます。だいたい何時ぐらいから始まる？おそらく今のペースですと1時過ぎぐらいになると思いますね。はい、で、終わるのは何時ぐらい？3時から4時ぐらいには終わると思います。そしたらこちらの方にお電話するという形です。はい、すみません。お待ちしておりますので。はい。で、退院は先生としたら大体、まあ、ここが16、そうですね、16ですか、17、18、19日ぐらいですか、そうですね、19日とか、何ですかね、20日とか、20日お休み。
まあ、その辺、明日、明後日の状態を判断してですね、はい、連絡いたしますので、はい、分かりました、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。カメラすいません、ありがとうございました。すいません、失礼します。はい、じゃあ